はい、えー、っとイボークのこれはスマートキーあの電池がなくなっちゃったみたいで反応しなくなりました、えー、電池交換したいと思いますこれはねあのこのなんだメタルの部分あのメッキの部分をスライドさせて、えー、交換します えー、とりりあえずやります、はい、こんな感じでスライドするとヒントが出てちゃうここが取れますでどうするんだっけなここを割るんだよな確か他には引っ掛けるところはないんでいきますで、この外した えーとの中にこういうキーが入ってますうんこれ使って割ってもいいんだろうけどね多分えどっちだここに差し込んで開くかなはい今ここ少しパカってなりました開けてみますはい そうすると、ここに電池、見えないな。CR2032。コンビニなんかでも売ってる普通のサイズですね。これ取り替えます。はい。ちょっとバネを広げてあげれば、すぐ横にスライドできます。はい。えっと、これが抜いたえ電池。 えとセブンアイ、えー、セブンイレブンで売ってる電池で今回利用としてるのもセブンアイ <laughs>、うん、みんなやっぱセブンで買ってんだねはいそのまま押し込めば入っちゃいましたそれでこのさっきのケースを上から 立てで入る、った,パカッ入ったーはいそれでまたえー、とこのキーとカバーを戻せば出来上がりよしちょっと試してみましょう反応すっかな はーいあっやべこれ閉めるのは向こう行かなきゃダメなんだ <laughs> 閉めるのはスイッチだと余分なことをしてしまった あとはなんだっけなライトスイッチこれを押すとヘッドライトがついてあとこのなんだ足元ランプそうにイボークの,あの影が出るっていうおしゃれ夜出かけないと意味はないんですけどねでもう一度これを押すと消える。 はい消えた。はいそれでロック。はいミラー整まれました。はい出来上がり。ええー、それで、えー、このキーにはこのカーボンの、えー、カバー、うん。このままだとねちっちゃくてツルツルして持ちづらいんでカーボンのカバーと。 このキーホルダーつけてあります。はい、これネジ一個でくっついてるんで、これも戻します。はい、できました。えー、っと。あとこれ。ディアゴスティニを作ろうと思って、えー、っと。買った、えー。なんだこれ。ドライバーキット。 今まで使ってたドライバーは磁 <laughs> 力がなくてネジをいちいちこの先に手で、えー、押さえながら回してたんですけど、えー、とこれは、えー、この先に磁力があって、えー、ネジがこの先で止まるのでとても使いやすいそうあのー、まあ2サイズプラスがあればよかったんだけれど、えー、結局こんなにいっぱいあるセット買ってみちゃいました スマホでも何でもばらせるキットらしいのでスマホはでも今はいじんないな昔は電池交換だとか何だとかでいろいろやったけど iPhone ほとんど開かないんではいはい電池交換の回でしたはい